はぁ、こんにちは、こんばんは、はるけです。今回は、グレイツ・オブ・ザ・ゲーム・チーム2ティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになっているので、少しも参考になれば嬉しいなというふうに思います。今回もハイスの選手、そして SBC 目標できている選手をティアリストにまとめてます。それでは、早速紹介をしていきます。こちらがグレイツオブザゲームチーム2のティアリストになってます。チーム1と打って変わって非常に多くの選手が登場をしています。まずは D です。 D はヒーローからですね、カンポス、そしてアイコン、トレゼゲ、目標できてますアランシアラですね、この3名を D ということにしました。まずはカンポスですね。カンポスに関してではまあキーパーなので自分のティアリストの中では毎回 B に、ね、してはいるんですけれども、一律で。ただカンポスに関してはもう身長がもう地獄なんで、キーパーとして170はどんだけ強くなってももう無理だと思ってますね。で今作も低身長のキーパーっていうのは女子選手もね含めてまあ止めれないので、正直 B に入れたらほんまに他のキーパーがかわいそうだなって思ったりしますので、まあ D ということにしました。どれだけ強くなったと99に乗るかなったとしても、自分的には今作カンポスは使えないキーパー選手にはなってしまうかなと思いますね。本当にキーパーで持ち上がる方以外は必要ないと思いますね。そして続いてはトレゼゲですね。グレイツオブザゲームアイコンからの登場という風なことになりまして、個人的には化けて欲しかったですけれども、やはり外れ枠になってしまうんでしょうか。そこまで強くはない選手になりますね。ただテクニカルのプラスがついたっていうのはまだ良かったのかなっていうのは思います。ただそこまで推進力がある選手ではなかったですし、普通に取られおります。普通に取られおる。で決定力は高いっていうのはすごくいいんですけれども、決定力だけじゃ現環境は乗り切れないという風なことですね。44も少し厳しいですし、基本的にはこう使いにくい選手にはなってしまいますね。そして続いてはアランシアラですね。目標で、ゲットできる選手になってまして、この人も決定力は素晴らしいです。逆足も5だし、本当にフィニッシャーとして横パス出してシアラーさん決めてくださいよっていうのだったら結果を残してくれると思いますけれども、それ以外は、まあ微妙ですね。ドリブルも特段扱いやすい、軽いっていうわけでもないですし、ペースも特段めっちゃ速いっていうわけではないです。で、プレスラープラスに関しても、エアリアルプラスついてるんだけれども空中戦はそこまで得意ではないというふうなことですし、パワーシュートとシールドのプラスもあれば、いいんですけれども、やっぱラピッドとかテクニカルとかコンシューとかの方が良かった。白でね結構いいものついてるだけに、どれかがプラスだったらまあ良かったのかなっていうのは思いますね。まあプラスにされたらドリブルのね、部分も改善される可能性はなくはないとは思うんですけれども、あまり期待はしてないですね。でそして続いては C です。 C はこちらグレイツオブザゲームヒーローからフランチェスコリ、そしてルイコスタ、そしてマクマナマン、でそしてアイコンですね、ライカールト、この4名を C ということにしてます。まずはフランチェスコリですね。この選手もですね、ゴラッソヒーローの使用感がまあ悪くはなかった、なんならちょっと最初は強かったっていう風な選手だったので、まあ現環境の中でトップクラスに入ってほしいなっては思ってました。ただまあ使えなくはないかなっていう感じで、もし使いこなせる人がいるんだったらその人が上手いだけっていう風な感じですかね。少し技術がいるような選手にはなってしまってますね。理不尽さっていうのはそこまで感じないなというふうなことですね。でかつ、まあ、やっぱりスキル5とかあればよかったなっていうのは思いますし、テクニカルのプラスがついたっていうのはめちゃくちゃいいです。ただ今週のプラスは欲しかったなっていうのは思いますので、またラピッドとかがスピード系とかあればよかったなってのは思いますね。まあ使えなくはない、本当に
普通というか、無理な時は無理だし、行ける時は行ける。でもその行ける時って別にフランチェスコじゃなくてもいいんじゃないのっていう風な状況にもなったりするかと思いますんで、まあ本当に使えなくはないっていう風な感じですね。そして続いてはルイ・コスタですね。ルイ・コスタに関しては、まあ今週のプラスがついたっていうのは一つ大きいのかなと思いますね。ロングショットでカーブ値も結構高いので、まあ普通に今週は決めてくれるっていう風な選手になってますね。また逆足5コインでもね、いいのかなと思いますし、その逆足5を活かして両足から今週バンバン打てるっていうのは一つ、うん、ルイ・コスタが大きくアップグレードしたところかなと思いますね。ただ、まあ、こちらもドリブルの使用感っていうのはそこまで、ですし、まあフィジカルがちょっと強いっていうのはいいんですけれども、それ以外は、うん、まあ普通というか、うん、できなくはないけど理不尽ではないっていう、そういう選手になりますね。まあ、今週ねポルトガルスカットで CF やる方が多いかもしれないんですけれども、そこには入ってきてもいいかなっていうぐらいですかね。そして続いてはマクマナマンですね。マクマナマンに関してもね、まあ化けてほしかったなとは思うんですけれども、まあ普通ですかね。この人に関してもスキル5でテクニカルのプラスがついたっていうのは素晴らしいなと思います。ただそれ以外がちょっと微妙っていう感じですね。決定力に関してももうちょっと高くあってほしかったですし、まあサイドに晴らしてテクニカルとかスキル5を使う方だったらありですけれども、そっから今の現学のアタッカーの選手はそういうドリブルとかもできながらシュートも上手かったりとか、パスもめちゃ上手かったりとか、まあ理不尽なことができるっていう選手が非常に多くなってますので、新入りの選手として来るには少し不十分だったかなと思いますね。そして続いてはライカールドですね。ライカールドもね、悪くはないんだけれども、なんかもうちょっと強くあってほしいなっていうのは思いますね。まあ使えなくはないですね。普通に守備面に関してはインターセプトブロックのプラスはね、素晴らしいですし、フィジカルも全然強いっていう風な選手になってます。でまあペースは89まで上がったっていうのは一ついいポイントかもしれないんですけれども、91にあってほしかったなっていうのは思います。ドリブルが結構重たいのでセンターバック起用が個人的にいいんじゃないかなって思ったり、しますので、その中でセンターバックに下ろした時のペースっていう風な部分でやっぱ91には欲しかったなっていうのは思いますね。でサイドバック起用でも一応全然ありだと思いますね。パスも上手いし、強パスの敵からのパスもついてるしっていう、サイドバックがワンチャンいいかもしれない。ただジャンプ値が低かったり空中戦はそこまで強くないんで、空中戦の対応っていうのは少し難しくなってしまうかもしれないですね。まあ基本的には現役選手で言うとマクトミネーとかの上位互換にはなるかと思いますね。そして続いては B です。 B はグレートボタゲームヒーローからコルドバ、そしてリカルド・カルバーリオ、そしてアイコンからシャビ・アロンソ、サネッティ、この4名ですねを B ということにしています。まずはコルドバですね。ヒーロー選手という風なことでゴラッソ以来の強化になりました。特にまあ視野の部分ですかね、アップグレードしてほしかったなと思うんですけれども、まあもうちょっとですかね、もう足りないなっていうのは思いますね。あとはもちろん守備能力に関しては高いんですけれども、フィジカルはそこまで強くは、ないですね。で結構ね低身長なのでペース91やったらまあ普通かなと思いますので、やっぱり95とか欲しかったなっていうのは思います。小柄だったら本当に早く、あって欲しかったっていうのは思いますんで、悪くはないんですけれども、このペースで身長190センチとかでかい選手もね多くいるんで、やっぱコルドバらしさっていう風なことでめっちゃ速いっていう風な力はつけて欲しかったなっていうのは思いますね。ただまあ全然悪くはないんじゃないかな。特段使いやすいセンターバック選手として十分スタメンに入ってきてもおかしくはないと思いますね。そして続いてはリカルド・カルバーリョですね。この人はねちょっと A に上げようかどうか迷ったぐらいの選手にはなりますね。普通に使用感はまあそれなりに良かったですし、ファンタジー FC ヒーローのねカルバーリョを使っていた方だったら結構合うと
思いますね。現環境でも強くなったねっていう風な選手にはなります。ただ、まあ、プレイシャルプラスですね、予測は素晴らしいんですけれども、やっぱりジョッキーとかよりかはインターセプトとか、まあ、センターバックなんでブルーザーとかの方が良かったなっていうのは思います。またパス面の部分でロングパスとかついていればなお良かったなっていうのは思いますんで、少し足りない部分もあるというふうなことですね。ただまあ低身長な割にはしっかり取り切ってはね、くれますし、意外とフィジカルも気にはならなかったり、しますので、まあなかなかいい選手にはなります。アップグレーされたら全然ね、より強くなると思いますね。でそして続いてはシャビアロンソですね。アイコンの選手というふうなことで、ゴラッソ以来の強化になってますね。もちろんパスに関してはゴラッソからね、特段変わってはいないです。当たり前に普通にうまいし、違いを作れるロングパスなんかを持っているというふうなことですね。でテクニカルのプラスが新しくついたっていうのも一ついいポイントかなと思いますね。結構ドリブルはしにくいタイプの選手になりますので、そんなテクニカルがね、保険としてついてるっていうのは、まあ、突破っていうところではなくって若干剥がすっていう上でいいのかなと思いますね。でシュートに関しても、まあ今週は結構能力値以上に決まりやすかったりする選手にはなりますので、ここも全然打っていっていいんじゃないかなっていうのは思います。ただプレイスタイルだったり、やっぱり守備のところですね、パワーシュートとか、まあ、トラップのプラスもいいのかもしれないですけれども、やっぱりインターセプト、予測とか欲しかった守備の部分の強化っていうのがなされていれば、まあ、最高のボランチになれたかなというふうには思いますね。そして続いてはサネッティですね。サネッティに関してはね、結構強化されたと思いますね。自分の中では、今作はそこまで評価が高い選手ではなかったですけれども、まあ、このカードは普通にいいんじゃないかなっていうのは思いますね。もちろん地上戦の強化っていうのはあるんですけれども、ジャンプがね85まで上がったっていうのはでかいですかね。まあなかなか85でもね勝てないんですけれども、これまでは52とかだったんで、50何歩とかだったんで30ぐらい上がってるんですよね。でこれが結構ありがたいいいなと思う。普通にサネッティ相手見ることも多いんじゃないかな、多くなるんじゃないかなっていうのは思いますね。でかつ攻撃面に関しても、ドリブルめっちゃ軽いわけではねないですけれども、運んでいく力はそれなりにはありますし、インターセプトのプラス、あとはクロスのプラス、ついてますので、プレイスタルプラス面もなかなかいいなっていうのは思いますね。あとはブロックとか予測とか、普通にいい選手だなと思いますし、 CM 起用はそこまでかなって思いますんで、やっぱサイドバックが一番いいとは思いますね。でそして続いては A です。 A はこちら非常に多くの選手を入れました。少しいびつな形になってるかもしれないんですけれども、グレイズオブザゲームからマルキージョヒーローですね、マルキージョ、そしてテベス、でそしてアイコンですね、シャビエルナンデス、デサイ、トーレス、ゲルト・ミュラー、カンナバーロ、ピルロ、そしてデル・ピエロ、そして SBC 来ましたウェイン・ルーニー、そしてロベルト・カルロスですね、これの選手たちを A ということにしています。まずはヒーローからマルキージオですね。まあ、かなり強化をされたと思いますね。ファンタジー FC ヒーローからプラス5上がりかな、されまして、まあ、イタリア、こっから頑張ってゴールを取ってプラスにされて96になれば非常に強くなるなというふうなところですね。基本的にはバランス型ですね、何でもできる中盤の選手として活躍してくれるんじゃないかなと思います。で予測のプラスがね、ファンタジー FC ヒーローの頃から残ったっていうのは、まあ、ありがたいのかなと思いますし、ロングパスのプラスも素晴らしいですね。でまあシールドも、まあ、それなりには、いいのかなっていうのは思いますけれど、まあ、インターセプトとか、今週とか、だったら良かったかなっていうのは思います。ただまあ、全然、2CM 任せれる選手にはなってますし、攻撃的な中盤としては少し物足りないかもしれないんですけれども、バランスを取るっていう、3CM の一角だったら全然ありっていう風な選手ですね。まあかなりロマンさもね、あるんじゃないかなと思いますので、普通におすすめですね。で、そして続いては、T
テベスです。こちらもヒーロー選手ということで、まあ、この人がね結構目玉になるんかなって思ってましたけれども、意外に値段は安かったですね。50万ちょっとぐらいかなで買えますんで、うん、普通にコスパだなと思いますね。でもちろん能力に関しては素晴らしいですし、 SC 選手としては決定力素晴らしいですね。でかつスキル5もあって、ドリブルもね結構軽めな選手になってます。でパスも出せます。でちょっとフィジカルなんかがねあるっていうのもいいポイント、ちょっと理不尽な、うん、部分ではありますね。まあラピッドとかついていればより速さという風なところでね、うん、ありがたい部分はあったんですけれども、ついてなくって、あとねテクニカルのプラスがなくなったっていうのがマジで残念ですね。うん、多分これがなくなったのはちょっとダウングレードというか弱くなった部分かなっていうのは思いますね。まあパワーシュートを今週にシールドのところをテクニカルのプラスにとかだったら全然多分値段も強さも変わってきたかなと思いますので、ちょっとプレイするプラス面が若干残念かなっていうのは思います。ただアルゼンチンなんで最大のアップグレードは普通に受けれるんじゃないかなと思いますね。でそして続いてはシャビエルナンデスですね。アイコンの選手になります。結構ね Y の時はですね人気だった選手なんで、結構自分的には期待をしていた選手になるんですけれども、値段がめっちゃ安いですね。この人も15万とかかな、結構お手頃価格というか、もうほとんど肩が使えるんじゃないかなと思いますね。でこの人もテクニカルのプラスがなくなったっていうのはマジで残念ですね。なんで外したんやっていう。で全てパス面ですね。だからブスケットとかと同じような感じかな、3つともプラス全部パス面っていう、これがねマジで残念ですね。パスもともとシャビはめちゃうまいんで1個でいいかなっていうのは思いますね。テキタカとか、まあ、ロングパスかな、まあ、3つともどれか1つだけでよかったなっていうのは思いますんで、その代わりに今週とかテクニカルとかもちろんラピッドとかついてこれればよかったなっていうのは思います。だからここに関しても Y と比べるとダウングレードにはなってしまうかなと、うん、思いますね。ただ本当に能力の高さっていうところで冷静さ99は素晴らしいですし、決定力そこまでないんですけれども逆足5にもなってますし、決めきる力っていうのは普通にあるかなと、うん、思いますね。でもちろんパスもうまいしっていう、全然値段は安いですけれども個人的には多くの方が使いやすさ強さを感じる選手にはなってますね。そして続いてはデサイですね。まあデサイも結構値段が安くってびっくりしてはいるんですけれども、単純にゴラッソからの強化ですね。周面に関しては貫通しない選手にはなっていて、ペースも速いっていう風な選手ですね。でパス面に関してはそこまでうまくはないんだけれども、ロングパスのプレイスタイルがついたりとか、あとは冷静さ、99になってますし、普通にね通せるパス面っていうのは、持ってますね。そんなにマイナス点ではないです、デザインに関しては。でドリブルに関しても、ま、軽くはないんだけれどもやっぱり冷静さの、うん、影響で早めにね、蹴ってくれるし、もたつくことっていうのも少ないっていう風な選手になってます。で締めに関してね、ブルーザー、インターセプト、ブロックのプラス素晴らしいなと思いますし、まあ、予測も一応白でついてますね。まあ、若干空中戦がね不安かなというふうなところではあるんですけれども、かなり相手を嫌がらせる、そんなセンターバック選手にはなるかと思いますね。そして続いてはフェルナンド・トーレスですね。トーレスもね実際今回ちょっと期待をしていた選手になっていたんですけれども、まあ値段は50万弱ぐらいで買えるというふうなことで、かなりお買い得ですねこの人も。で強さ的にはやっぱりねラピッドと今週がついてるっていうのは素晴らしいなと思います。決定力の高さっていうのをねそのままにね、スピード面も、うん、速くなってますし、ドリブルは若干重たいですけれども、フィニッシャーとして活躍してくれる選手ではありますね。でねやっぱりねスキル5あったらまた違ったかなっていうのは思いますね。かテクニカルがプラスとかだったら、だからここがねこれねトーレス、ウィンターワールドカードがねスキル5だったんで、
まあさすがにスキル5にはしてくるだろうと思ってたんですけれども、まあ4ということでここは本当に残念ですね。ワンチャン5もあるかなって思っていたぐらいなんで、まあスキルが4っていうのは、うん、ちょっと人によってはもうこれだけで敬遠されてしまうので、より強くなったトーレスっていうのを個人的には見たかったなっていうのは思いますね。で、そして続いてはゲルトミュラーですね。ゲルトミュラーはね、かなり強化をされたと思いますね。ほんとサンダーストラックアイコン以来の強化というふうなことになるので、めちゃくちゃ久しぶりですね。で、その中でいろんな環境もね変わって、今の環境下の中でしっかり活躍できるゲルトミュラーが来たと思います。で、この人ももちろんスキル5はあった方がね、いいんだけれども、ラピッドと今週がついてるっていうのは素晴らしいなと思いますね。決定力は本当に言わずもがなですね。マジで打てば入るみたいなぐらいの選手にはなりますし、そういう状況をしっかりこう作り出せるスピードで、これがねやっぱり素晴らしいなと思いますね。で、今週もバン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 打っていって、まあ、ちょっとロングシュート値がね、低いですけれども、キーパーと痛いじゃったらもう全部今週でいいんじゃないかっていう風なぐらいですね。ドリブルはね若干ぎこちなさあるんですけれども、まあ本当フィニッシャーに徹することができれば最高の選手にはなりますね。そして続いてはカンナバーロですね。カンナバーロはですね、非常にこちらも強くなったカードになってまして、結構身長が低いんですよね。うん、センターバック選手としてはちょっと不安になるぐらいですね、身長が低い選手になってます。ただそこまで気にすることは、うん、なくって、でしっかり取り切ることができる、そういう選手になってます。で、あとはプレイスタイルプラス面でエアリアルがね一つついたっていうのは一つ大きいポイントになりますし、ブルーザーとかインターセプトもあるっていうのは素晴らしいですね。ロングパスのプラスがついたっていうこともあって、パス面はそこまでね、高くはないんだけれども、あまり気にはならなくなったっていう風な選手ですね。だからね、結構ねリカルド・カルバーリョと似たようなタイプというか、別にそんなごつくてでかくもないんだけれども、意外と取り切れるっていう。で、カーナバラの方が評価が高い理由としては、やっぱりね、プレイスタルプラス面ですね、インターセプトがキランって光った時にやっぱありがたいなって思う、部分だったりとか、もちろん小柄で、より動かしやすいっていうのもね、ありますし、ただリカルド・カルバーリョの方が強いって感じる人も多分いる、ぐらいですね。あちらも、うん、非常に強い選手になってますね。で、もちろんカンダバーロアップグレですよね。イタリアっていう風なことで4ゴール決めれればプラス1上がり、そしておそらくプレイスプラス4つついてますので、どれかが99になるという風なアップグレを受けると思います。だからこれがプラス1上がり全体的にされて、フィジカルとかが99になれれば、めちゃくちゃ強いセンターバックになるかなと思いますね。で、そして続いてはピルロですね。ピルロ、まあバースデー同様55になって登場をしてきました。能力のアップグレード具合っていうのはまあそこまでかなと、うん、思うんですけれども、まあ今週のプラス、テクニカルのプラス素晴らしいなと思いますね。で、かつパスはもう当たり前にうまい、そこがバーステとそこまで変わりは、うん、ないですね。どちらもともに非常にうまいパス能力を持ち合わせてますね。だからピルだから通った、ピルだから通したっていう、そういうパスっていうのは非常に多くありますね。で、守備に関してですね、うん、守備に関してプレイスタイル面がちょっと不足は、うん、してますので、この能力だけで頑張っていかないといけないという風な感じになってます。ただこれもアップグレ、次第というか、まあイタリア4ゴール、決めて守備面ですね、ディフェンス能力もしくはフィジカル能力どっちかが99とかになれば、本当に現環境の中でもまあずっとですねトップティアに入れるような選手にはなれるとは思いますね。そして続いてはデルピエロですね。デルピエロ本当に久しぶりの特集だと思いますね。ウィンターワールドカード以来という風なことになっていて、5-5になってますね。素晴らしいなと思います。ドリブルはね、若干小回りが効かなかったりする場面はあるんですけれども、ただテクニカルのプラスがついたっていう風なこと、スキル5があるという風なことはめちゃくちゃ素晴らしいので、そこまで気にはならないかなっていうのは思います。で、パスもね、非常にうまくなりましたし、決定力も、高いですね。特に今週なんかは全然打っていっていいんじゃないかな。本当にデルピエロゾーンと、言われる状況になれば決めてくれる率っていうのは高いんじゃないかと
思います。フィジカルはね少し弱いので、そこだけは注意というふうなことですけれども、ただこの人もイタリア代表のですねゴール数によっては化ける可能性は大いにありますね。プラスプラス4つもともとついてますので、全体的にプラス1上がり、そしてどれかが99、特にドリブルとか、フィジカル面だったりとかが99になれればかなり強いんじゃないかなと思いますね。そして続いてはルーニーですね。ウェイン・ルーニーになります。 SBC で登場をしてきました。この人に関してはそうですね、めちゃくちゃ惜しかったなというふうなことですね。特にドリブルに関してやっぱりテクニカルだったりとか、あとはスキル語がないっていうのはちょっとルーニーの使い方の幅っていうのを狭めてしまう要因にはなりますね。全然モテるようにはなりましたし、ちょっと小回りが効くような瞬間もあったりするんですけれども、それが常時できないっていうのはやっぱり残念ですね。ただまあ決定力すごく高いですし、フィニッシャーとして使うんだったらまあありかなっていうのは思います。でペースもまあそれなりにっていう風な感じ でフィジカルも強いしっていう、悪くはないし強いんだけれども、アップグレ込みでね、考えたとしても SBC 価格は少し高いなという風な印象ですね。そして続いてはロベルト・カルロスですね。ロベカルになります。ロベカル55ですね。素晴らしいなと思いますし、まあサイドバックの選手として非常に攻撃に厚みがつけれる選手かなと思います。若干視野がね低いかなっていうのは思うんですけれども、まあ持ち運ぶ力もねそれなりにはありますし、ラピッドのプラスも新しくついたというふうなことは素晴らしいなと思いますね。でまあクロスもね普通に上げれる選手になってますし、本当に攻撃型、サイドバックかなと思いますね。まあ若干守備もねできるんですけれども、やっぱり空中戦等々使われてしまうと厳しいものはあるかと、思いますので、ここはアップグレ次第かなと思います。そして続いては SS もこちら非常に多くの選手を入れました。アイコンの選手のみになりますけれども、グレイツオブザゲームアイコンからマテウス、そしてジーコ、ビエラ、そしてアンリ、マルディーニ、ロナウジーニョ、そしてフリット、クライフ、ジダン、ロナウドですね、こちらの選手を S ということにしました。まあまずはマテウスですね。 Y アイコンから非常に強化をされたと思います。オーベルプラス1上がりですけれども、特にドリブルがすごく上がってますね。全然モテない選手はなかったんですけれども、身長がそこまでない割には若干ぎこちなかったりとか細かさがなかった選手になってましたので、そこが少し改善されたっていうのだけでも非常に大きなアップグレードかなと思います。でプレイスタルプラス面はまあ悪くはないけどもっとよく荒れたよねっていう風な選手だと思いますね。予測のプラスがね、欲しかったりとか、あとはもちろんクイックステップなんかがあれば素晴らしかったなっていうのは思います。ただ本当にバランスよく何でもできる選手に、なってますし、動かしやすいですし、まあ AI 面もね、素晴らしいので、まあいれば本当にありがたいと感じる瞬間は多いという風な選手になってますね。そして続いてはジーコですね。ジーコ、まあ言わずもがなですね、非常に今作のジーコはベースから、強いですし、このカードもまあ当たり前に理不尽な、選手にはなってますね。特にテクニカルのプラスがね残ったっていうのは素晴らしいですし、他はまあまあそれなりにいいものもあれば、トリベラとかはそこまでいらないっていう風な感じなんで、より強くなれたカードではあるんですけれども、この現状でも最強ですね。特にはラピッドとかはね、ないんですけれども、まあ速さもねある程度ありますし、やっぱり55素晴らしいですし、細かさっていうところと自分でも、いける力を持っていながらパスも、うまいっていうのは素晴らしいですね。でちょっと守備もね、できる選手にはなってますので、ここからのアップグレ、次第では本当にみんなが使うような選手になるんじゃないかなと思いますね。でそして続いてはビエラですね。パトリック・ビエラになります。まあ Y アイコンのねカードも非常に理不尽な守備っていうのを見せることができます。やっぱり触れたら取り切るっていう力はねビエラ持ってますので、守備に関しては何の問題もないと思います。さらにこのカードは予測のプラスもついてるんで、マジで貫通はしないんじゃないかな、取り切る力は凄まじいなと
思いますね。でドリブルは少し重たい選手にはなってますので、まあ、ビエラで持ち運ぶっていうことはそこまでする必要はないとは思いますね。逆足後にもなりますし、パスもね、うまいんで、パスで叩いていく、ほんと守備戦の選手として、使うのがいいとは思いますね。ペースも89まで上がったの素晴らしいですし、こっからアップグレがね、ありまして、まあ、フランス4ゴールいけるのかどうか、ですけれども、プラス1、されて、そっからドリブルなんか99になればですね、ほんとに素晴らしいなと思いますので、そこのアップグレ具合に期待ですね。現状少し重たいのでセンターバックとしてもめちゃくちゃ活躍できると思いますね。そして続いてはアンリですね、アンリ、ティエリ、アンリここで登場という風なことで、バースデーの頃とは打って変わってスキル4逆足5、いやちょっとこれもねアンリスキル5の方が良かったなという風には思うんですけれども、圧倒的なスピードっていうのをこの人は持ってますね。でかくて速すぎるっていう風な選手になってます。でまあドリブルも、まあ、ある程度こねれる選手にはなりますし、パスもある程度上手いと。で決定力は言わずもがな普通に高いし、今週のプラスもね、残ってはいますので、もうスキル4だけれどもかなり強い、本当に結果を残してくれる、そういう選手になってますね。でこの人もまあ、アイコンのねアップグレはスキル逆足のアップグレードないんで、ちょっとそこは残念ではあるんですけれども、全体的な、OBR プラス1で、さらにまあドリブルとか、99になればめちゃくちゃいいなというふうに思いますね。そして続いてはマルディーニですね。マルディーニこの人もかなり強化をされまして、特にエアリアルのプラスが新しくついたっていうのは素晴らしいです。ジャンプ値も92までね上がったっていうのは結構いいアップグレードかなというふうには思いますね。またね本当にトップティアのセンターバックとして帰ってきたなというふうな印象はありますし、予測のプラスではないんですけれども、しっかり取り切る力はねこの人もありますし、貫通はしない、本当に勝手に取る力があるっていうふうな選手になってますね。でペースも92まで上がったこと素晴らしいですし、インターセプトのプラスも備えていると。まあスライディングのプラスとかがねクイックステップとか、まあブルーザとかだったらより良かったかなっていうのはあるんですけれども、ただもう十分すぎるほど強いですね。そして続いてはロナウジーニョですね。ロナウジーニョ、まあもう言わずもがなですかね、55にはならなかったですけれども、本当に最強の LW、もしくはキャム選手にはなりますね。特に今週のプラスがついたっていうのは素晴らしいなというふうには思いますし、プレイスタイルのね数自体は8個ってちょっと現環境では少ないのかなと思うんですけれども、もう関係ないですね。テクニカルとかもね一応それでついてますし、能力も凄まじいっていう風なこと、あとは固有の力があったりするのかなという風にも感じますし、フィジカルもね、強くってもう何でもできるという風な選手ですね。かつこっからアップグレもあるというプラス1、まあ4ゴールいけるよねブラジル余裕で。ちょっと本当に最強のロナウジーニョを期待をしてしまいますね。そして続いてはフリットですね。フリットこれもやばいのよ。これも特に予測のプラス、素晴らしいですし、今週のプラスがあるというのもいいなと、思いますね。で5-5、まあバースデーと変わらずですかね、スキル逆足ともに5ということは素晴らしいし、オーブやらプラス2上がりという風なことですね。まあこの人も本当に能力以上の強さが、あって能力も高くなってきたっていう風な選手ですね。マジで全知全能、何でもできるっていう風な選手で、でかさも、ありますので、威圧感がねやっぱすごいですね。で本当に触れたら取られるっていう風な選手になってますし、マジで使ってたら楽です。本当にバーステの時に自分は感じました。あ、こんなに勝手に取ってくれるし、勝手に動いてくれるというか、いいところにいるしっていう、なかなかいないっていう風な選手になってますね。インターセプト値89、低いですけど関係ありません。勝手に取ります。いいとこ絶対います。なので本当に最後まで使えるカードで、またアップグレっていう風なところも期待をされますので、オランダ頑張ってほしいなと思いますね。そして続いてはクライフですね。クライフもうこの人も言わずもがな、
何にも言うことない。ゴラッソから強化をされたら、オーベアルは変わってないのかな、ゴラッソと同じ97になってるんですけれども、プレイスタイルプラスが4つというふうなことですね。特に今週のプラス、やっぱり素晴らしいなというふうには思いますし、正直ね、ドリブルでいかれても、もう無理なのに、遠目から今週打たれても本当もう無理です。もう持ってたらもう、負けをちょっと確信してしまうような、それぐらいのカードにはなりますかね。で、フィジカルに関しても、なんか能力はそんな高くないんだけれども、なんでかこっちのでけえセンターバックが貫通するっていう、まあ不思議な力をやっぱり持ってますね。で、55ですし、使いやすいしっていう、もう圧倒的な超メタ ST 選手にはなりますね。そして続いては、ジダンですね。ジダンもこれも、すんごいな、このチーム2は。ほんまにえぐいなっていうのは思いますね。ジダンも、フューチャースターからですかね、かなり強化をされまして、インターセプトのプラスはなくなってしまったんですけれども、まあ、より攻撃性能増したっていう風な感じですかね。特にテクニカルと今週は素晴らしいなと思いますし、ロングパスがあるっていうのもね、中盤の選手としてはありがたいのかなと思いますね。このパス能力に加えてロングパスの精度も良くなるっていう風な感じなんで、まあ本当にパスで違いが作れるように、なってますね。で、あとはチップシュートはマジでいらないんで、これがだから主面ですね。インターセプトとかもちろん予測とかだったら最高やったかなっていうのは思います。ただまあフランスという風なこと、4ゴール取ればどれか99になるという風なことなんで、まあペースがちょっとね、能力的に物足りないんで、ペースが99になったりとかは素晴らしいし、ディフェンス能力ですね。うん、ディフェンスかフィジカルとかが99になれば、まあ、本当に最強時段が完成するんじゃないかなと思いますので、そこに期待ですね。そして続いては、ロナウドですね。R9 になります。この人が目玉、一番の大目玉かなと思いますけれども、まあ、フリットとかも、とんでもなく高いんで、まあ、そこに並んでいけるような選手だと思いますね。もともと55素晴らしいですし、能力自体はね、まあ、むっちゃ高いってわけではないとは思うんですけれども、まあ、むっちゃ高いか。ここまで来ると。まあ、もう本当に理不尽極まりないっていう風な選手ですね。この人も今週のプラス素晴らしいですし、クイックステップのプラスもね、非常にありがたいなと思います。で、こうなってくると、エアリアルが白でもついてないんで、Y アイコンの時についてたエアリアのプラスはあれ何だったんだっていう風なことにより一層ね、なってきます。で、トラップのプラスもまあありがたいかなと思うんですけれども、まあラピッドとか、だったら良かった、テクニカルとかの方が良かったかなという風に思ったりはしますね。まあトラップのプラスに変わってというよりかはチップシュートか、これマジいらないんで、これもね、うん、本当にだから R9 とかジダンのこのチップシュート、ループの達人かなのこのプラスっていうのはマジで4つにするためだけのものだと自分は思ってますので、調整しとるなっていう風な感じですね。パスはね、あんまり上手くないんですけど、R9 ね。ただ、プレイスタイル面でね、パスのプレイスタイルがついたっていうのは素晴らしいなと思いますんで、本当にすごく強化された。能力もそうですけど、プレイスタイルの増加っていうところも素晴らしいなと、うん、思いますね。まあ、これがまた、そうですね、やっぱブラジルなんで、アップグレードをされて、パスとか、99になれれば、もう何も言うことないと思いますね。こちらが、グレイツ・オブ・ザ・ゲーム、チーム2のティアリストになってます。少しも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。